はい、どうもチャバシート。みんな、ゆきみくです。はい、とさ、本日はですね、ついこの間開催された、一番くじ、ゆきみくですね。はい、回してきました。今回はですね、1、2、12、13、14回ですね、回してきました。結果ね、こんな感じに、すごいいい感じに当たってくれたので、一番下の章からね、順番に見ていこうかなと思います。はい。で、A 賞のゆきみくちゃんのフィギュアに関しましては、また後ほど別の動画であげたいなと思いますので、はい、そちらの方楽しみにしていただければと思います。今回はそれ以下の賞ですね、見ていきたいなと思いますので、お付き合いしていただければと思います。本日こちらの方、レビューしていきましょう。はい。バシア、とみくみんチャンネル。はい、でですね、早速、今回何が当たったのか見ていきたいんですけども、今回全体的な賞としては A 賞のゆきみくフィギュア。はい。で、B 賞がケイさんが書き下ろした複製サイン入りイラストボードと、C 賞がゆきみく2023のメインビジュアルイラストボード。はい。で、D 賞がアクリルスタンドになっていて、で、E 賞がゆきみくオールスターズラバーチャーム2010から2013。はい。で、F 賞がゆきみくオールスターズラバーチャーム2014から2018。はい。で、G 賞がゆきみくオールスターズラバーチャーム2019から2023。で、H 賞がゆきみくオールスターズミニ色紙。で、ラスト1賞がゆきみくフィギュアウィンクバージョンという感じになっております。はい。今回私が、引けたのが、まず H 賞が1つ。G 賞のゆきみくオールスターズラバーチャームが、ですね、3つ。はい。で、F 賞のゆきみくオールスターズラバーチャームが3つ。はい。で、E 賞のゆきみくオールスターズラバーチャームが3つ。で、D 賞のアクリルスタンドが1つ。で、C 賞は当たんなくて、B 賞の、K さんのサイン入りイラストボードですね。はい。で、それから A 賞という感じに、なんかめちゃくちゃに当たりました。なんだこんなめちゃくちゃに当たるんだろうね。ちょっと意味わかんないんですけども。まあ、そういう当たり方もあるということでしょうね。うん。はい。って感じになっております。うん。じゃあね、早速一番下の H 賞から見ていきたいなと思います。はい。はい、ではです。H 賞の、ゆきみくオールスターズミニ色紙ですね。なんか、やたらラバーチャームばっかり当たって、色紙が全然当たんなかったって感じですね。ほんと色紙の方が欲しかったんですけどね。ゆきみくオールスターズミニ色紙、全12種類になっております。うん。基本的な内容に関しましては、歴代のゆきみくちゃんという感じになっていて。うん。で、今回私はね、やはりゆきみく10周年かなと思って、1個しか当たんなかったんで、じゃあこれだなっていうことで選んできました。はい。基本的にはね、ちっちゃい色紙という感じになっていまして、うん。飾りやすい大きさでいいんじゃないかなと思います。これぐらいの大きさであればね、100均なんかで最近売ってる、ものでね、綺麗に飾ることができると思いますので、うん。もしこれが当たったよって方は、まあ、そのままね、こんな感じに立てかけるのもいいんですけど、うん。まあ、そういったスタンドなんかを使ってね、綺麗に飾ってあげるのもいいんじゃないかなと思います。はい。やっぱケイさんのイラストいいね。かわいい。はい。では続いてですね、その他のラバーチャーム系見ていこうか。はい。よっこいしょ。こちら G 賞3つですね。なんでこんな綺麗に当たるんだろうねって話なんですけども。はい、こんな感じになっております。2019、2020、2022という感じに、はい、取ってきました。うん、いいね。個人的に2019も2020も好きなんですよね。うん。はい。2021がなかったね。はい、こんな感じ。で、一緒に関しましては、こんな感じになっております。2012と、2013、そして2011ですね。ほんと3つ綺麗に撮ってきました。うん。この子はまだネンドロイドでレビューしないので、ね、後々手に入れてレビューしようかなと思います。はい。個人的にはね、2012の子も、まだレビューできてないんで、レビューしたいんですけども、この子に関しましては、ツインテのね、接続部分が、脆いんですよね。で、粉々になっちゃったんで、これもどうしようかなと今考えてるところです。今っていうかもうずっと考えてるんですけど、はい。基本的なラバーチャームになってますので、うん、特にこの辺の説明はいいかなと思います。キュンキャラシリーズってやつだね。はい。そして残りの3つがこちら、F 賞になっております。2016と2014、そして2015のね、ゆきみくちゃんですね。私が初めて年度でレビューしたのはこの子ですね。うん、2015のゆきみくちゃんです。うん、かわいいよね、この子もね。はい。なんだかんだ思い出深い子を持ってみました。はーい。って感じになっております。うん。基本的にみんな同じカラーになってまして、後ろのラバーチャームの色だね、茶色になってまして、で、キーホルダーはね、ゆきみくちゃんらしいカラーになってるんじゃないかなと思います。うん。可愛くていい。はい。じゃあ、とりあえずこんな感じです。
なんでこんな綺麗に出るんだろうね。面白いよね。はい。じゃあね、次、D 賞はですね、アクリルスタンドは2つ手に入りましたんで、両方ね、組み立てて見ていこうかなと思います。じゃじゃん。はい、組み立て終わりましたんで、細かく見ていきましょう。まずは、やっぱり2023のゆきみくちゃんですかね。かわいいよね、うららちゃん。ね、今回のゆきみくちゃんはすごいね、ふわふわな感じで、すごい可愛らしくていいんじゃないかなと思います。ゆきみくちゃんらしさも、すごいありますし、で、かつね、なんかすごいメルフェンっていうね、メルフェンっていう感じですかね。はい、って感じになってまして。非常に可愛らしい子になってますよね。イラストレーターの方は、あんこたくさんでいいのかな。はい、って感じになっております。非常に可愛らしいゆきみくちゃんを描いてくれてありがとうございます。はい。で、このアクリルスタンドなんですが、お金かけてるアクリルスタンドだね。前の方に印刷されていて、で、前からね、コーティングがかけられてるような感じになってまして、傷つけても大丈夫っていう風な感じ、言い方はあんまりよろしくないんですけども、まあ、仮に何か地震とかで落ちた時ですよね、に、大きく傷ついたとしても、基本的には、傷はつかないような感じのものになっております。まあ、なんで、イラストがかけるようなことがないって言えばいいかな。って感じのものになってまして、こういうアクリルスタンドが私は大好きです。はい。基本的なクリスタンドでね、基本的に全部裏にね、印刷されていて、で、そこが欠けてしまうとね、イラストにもね、損傷が出てしまいますので、こういったお金をかけてくれるアクリルスタンド私は大好きです。はい。そしてもう一つはね、オリジナルのゆきみくちゃん。ケイさんが描いたものになっておりますね。可愛らしいよな、本当に。アクリルスタンド自体もね、ちょっと青みがかかってるような感じになってまして、この辺がまた、ポイントが高いんじゃないかなと思います。絶対領域がいいですね。こっちのゆきみくちゃんももちろん絶対領域はあるんですけど、可愛らしい絶対領域がね、あるんですけども。はい。でもやっぱり、オリジナルの方が私は個人的には好きですね。はい。裏はこんな感じになっております。いやー、今寒いからね、ゆきみくちゃん飾っててもいいんじゃないかなと思いますので、この子たちは飾っておこうかなと思います。はい。さて、じゃあ次ですね。よいしょ。実は、見えにくいんですけども、A 賞の裏にいるんですが、B 賞が。よいしょ。じゃあこちらの方ね、ちょっと見ていきましょうか。はい、では続いてですね、イラストボードですね。はい、イラストボードめちゃくちゃでかいよね。クリアファイルと比べてもその大きさがわかるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ大きくて存在感あって個人的にはすごい好きな賞です。ゆきみくちゃんというかみくちゃんのグッズでこういったでっかいボードが出てくるっていうのは、あのケイさんの複製ボードですよねっていうのは、本当に初期の方のね、あのみくちゃんのくじでしか出てきてなかったような気がします。懐かしいね、あれがね。はい。こちら美女になってまして、ケイさんの書き下ろしの、イラストになってまして、で、サインがこちらに入っております。ケイという感じが書いてありますね。大きさめっちゃでっけえ、本当に。いやー、存在感あるな。裏面見てみるとこんな感じになってまして、特に、立てかけるようなものはなさそうですね。なんで、本当にこんな感じに、よいしょ、立てかけて、使うような感じになるのかなと思います。袋を取り外してもそのままですので、むしろ袋は取らないでそのまま飾ってあげた方がね、損傷とかは気にならなくていいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、存在感ありますので、なんかこれが入るようなでっかいね、額縁とかに入れてあげて飾ってあげるのもいいかもしれませんね。はい、って感じにね、いろいろな用途が思いつくような感じのものです。玄関とかに飾ってあげてもいいかもしれませんね。はい、って感じのものになっておりました。なかなかね、どれも魅力的なものが多かったんで、今回はね、14回だっけ、回したんですけども、はい、なかなかいい感じに当たってくれてよかったんじゃないかなと思います。では次回の動画ではですよね、まあまだ尺的にも時間はあるんですけども、いっぺんに紹介してもしょうがないので、次回はね、こちらの A 社のイキミクシャのフィギュアゆっくりね見ていきたいなと思いますので、そちらの方もねチェックしていただければと思います。はい、というわけで、ゆきみく、一番くじですね。一番くじ、ゆきみくですね、紹介させていただきました。はい、なかなかいいラインナップで、個人的にもすごい好きなものが多くてね、よかったんじゃないかなと思います。まだね、発売したばかりですので、地域でね、やっているとこもいっぱいあると思いますので、うちの地域でもね、結構あったんですよね。まあ、なんで、もしね、まだいい賞が残っているのであれば、回してみるのもいいんじゃないかなと思います。運試しでね、5回ぐらいやってみるとかね、まあ、その辺もいいんじゃないかなと思うんですが、最近一番くじの値段がちょっと上がってるよね。一回850円とか結構いいお値段いってるよね。まあだからこそね、アクリルスタンドとかもね、お金かけてくれるのはいいのかなとは思うんですけども。まあそれでも、あれだよね、学生さんとかにはきついよね。私がね、学生の頃の一番くじなんて一回650円とかその辺だったもんね。
200円だけとはいえでも高いよね。はい、まあ自分のね、お財布と相談しつつ、やってみてください。はい、次回ですね、こちらのゆきみくちゃんの A 賞ですね、当たりましたので、こちらの方をねゆっくりレビューしていこうかなと思います。はい、というわけで、一番くじゆきみく、ですね、紹介させていただきました。紹介しのばしとみんとみくでした。はい、またねー。じゃあねー。みくとみんとばしからお願いでーす。チャンネル登録、ルーダの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますのでフォローお待ちしております。それではバッシアとミクとミンチャンネルをお願いします。